はい、今回はサザン桑田佳祐が明治神宮外苑森林伐採の反対の歌を出し、小池百合子が焦るという、このニュース、この謎ですね。こちらを考えていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。こちらのニュースですね、とても注目されているんですね。何かっていうと、このサザンの、歌がいいっていう、話なんですが、この歌自体はいいと思うんですよ。ただサザンっていうのもですね、活動に謎がありまして、反日活動をしているっていうことは前から言われているわけですね。その歌の内容であったり、そういったことがある。で、小池百合子っていうのも、都知事ですが、外国 CMRA のエージェントであることが分かっているんで、この2人っていうのはおそらく裏でつながっている可能性っていうのがあるんですね。で、最初のお伝えしますが、僕は明治神宮外苑森林伐採って大反対なんでね、もう本当、日本のその、なんて言うんでしょう、樹木をどんどん切っていく、で、さまざまな問題が生じるんで、それは大反対ですが、実はこの話っていうのも、この桑田佳祐の歌ね、これに関しても非常に謎があるんですよ。で、結構ですね、なんていうのかな、桑田佳祐がいいんじゃないかみたいな、その世論風潮になっているんですが、それにちょっとどうかなと、そういった、思うことっていうことでお話ししていこうと思います。このサザンの桑田佳祐がこの明治神宮外苑の反対の歌を出して、東京都知事の小池百合子が焦ってるっていう、そういったニュース、この部分だけを聞くとですね、サザンの桑田はいい、サザンはいい、で、小池っていうのはね、この明治神宮外苑をね、その森林を伐採しようとしてるんで、小池百合子っていうのはおかしいわけですよ、悪いわけですよ。で、サザンはいいっていう話になるかと思いきや、サザンがいいっていう評価になると思いきや、そうではないんですね。そうではないと僕は思うんですよ。で、いろんなことを考えていこうと思います。で、こちらもですね、SNS にいろんなことが、ご意見が上がってますので、そちらのご意見をまず考えながら、ニュースの内容であったり、僕の思うところであったりということを話していこうと思います。まず、意見がいくつかあるんですが、意見、その中で3つほどピックアップして考えていきます。まず1つ目ですね。この1つ目の方のご意見というのは全く、僕も賛成、何も異議、異論がないんですが、イチョウとかイチョウ並木をはじめとして、森林をどんどん伐採していったら、もう取り返しがつかないことになってしまうということなんですね。森喜朗、菅義偉、小池百合子、岸田、そういった、利権しか考えない人間たちが、環境をどん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 破壊していく。もういい加減に、本当の、日本のためになる政治を、しないといけない。そういうことに日本国民は気づかないといけないと、このようにおっしゃってる、ご意見の方がおり、この方のご意見もっともだと思います。僕もこの方のご意見に大賛成です。で、次からちょっと、何て言うのかな、ちょっと違ってくるんですよ。似てはいる部分があるんですが、2人目の方はこのようにおっしゃってます。今まで日本が大切にしてきた、樹木、あるいは外苑ですね。で、それに関して、そこがですね、その商業的に再開発ということで、伐採されるということに違和感を覚える。で、僕もそう思います。で、この再開発っていうためにいい言葉が並ぶんですが、要注意ってことでね。大阪万博もそうだが、おかしいところがあるなっていうことを言うんですよ。で、この方がおっしゃってるところにも出てくるんですが、この神宮外苑をのそのね、なんていうのかな、その森林伐採を反対する、歌を桑田佳祐が出していると。で、それがいいと、神宮外苑の樹木、伐採に反対する、それはそうなんですよ。ただ、ここで桑田佳祐がいいっていうことになってるわけですね。僕は正直言って別にサザンオールスターズ好きではないんで、さほど興味がないですが、別のことを調べたときに、この人たちっていうのは反日活動をしているっていうことが分かっているんでね。だから、それは後でお話していきます。で、次3人目の方のご意見なんですが、サザンオールスターズ桑田佳祐の新しく出した歌があるんですね。それがこの、なんとか森の歌とかっていう、この神宮の、再開発に反対したということで、この坂本龍一さんの名前を出して、坂本龍一さんの意思をつなぐための曲だと説明しているっていうんですが、僕はこれに関しても非常に疑問ですね。坂本龍一さんに関しては全く疑問がないです。日本のためを思って、この神宮のことを思って活動されていたんで、坂本龍一さん亡くなってますが、マルされた可能性もあると思いますし、とても悲しい。で、坂本龍一さんに関しては、なんていうのかな、全くないですが、この桑田佳祐
ですけっていうのは、疑問なんですね、そのサザンっていうもの。で、ここからもうサザン桑田佳祐はまともなことを言っているっていうことになっていて、サザンが歌っていう形でね、国民の声を何百倍にして社会に届けてくれるっていうことなんですよ。で、この僕もこれ聞いたんですけど、このサザンの歌自体はもっともだと思うんですが、サザンというのは過去に反日運動をしていた過去がある。まあ今もしてんのかな、よくわからないけど、まあちょっと信用に値しないところがあると僕は思ってるんで、でそういった人間がこれをまあ言い出したっていうのは非常に疑問なんですね。で、坂本龍一さんがされていた明治神宮再開発の、ね、反対運動っていうのは、これは僕は尊敬してるんで、坂本龍一さんは。ただし、サザンオールスターズの桑田佳祐っていうのはちょっとどうかと思う。いきなり手のひらを返して、ね、そんなことをしてるとはちょっと思えないんで、まあ、それは最後に、お話し、しようと思います。おそらくこういったからくりだろうなと思うんで、ただそれを踏まえても、国民がこういうことに関心を持つっていうことは、まあいいっていうか、そっちに向かってくれればと思う。だからまあ、裏の裏の裏側を考えてるっていうことだと思っていただければと思うんですが、ニュースの記事を考えていきますね。サザンオールスターズ桑田佳祐は坂本龍一さんの、まあ、思いを受け止めているっていうことで、東京のこの樹木伐採に対してサザンオールスターズが反対の声を上げたということでですね、デビュー45周年の歌でこの反対の声を上げたということで、でこの坂本龍一さんが再開発に反対していたということで、でまあここら辺がもうね、はっきり言ってまあマーケティングだと思いますけど、まあそれを言うとよくないかもしれないんですが、坂本龍一さんの思いを受け止めて作った曲だとかって言って、まあ外苑は自分たちが音楽をまあしてきた、まあスタジオの近くにあって大切なまあふるさとだと思ってこの歌を作りましたとかっていうことを言ってるんですよ。でこの歌の内容について触れるんですが、アスファルトのジャングルに変わるのかとかね、その今までのねオアシスがアスファルトのジャングルに変わるのかっていうことが言われていたり、まあ未来の都市で、まあ、空を、まあ、閉ざしていいのかとか、そういうことが、言われていたりっていうことで、まあまあ、まあ、このだから歌の内容自体は別に悪くはないんですよ。これに関してどうこうはないんですが、それまでの取っていたこのサザンオールスターズの反日活動っていうのがに疑問がある。で、この再開発、明治神宮の再開発はものすごい利権が関係してるんで、まあね、大手不動産とか、まあ、国とか小池百合子とかそういうのがずっとやって、森喜朗とかな、森喜朗とか、菅とか小池とかやってるわけですよ。で、このやはりですね、当然反対の声が出てですね、樹木伐採を許すかっていう批判反対の声が出ていて、坂本龍一さん以外にも、まあ、村上春樹っていう小説家の方も反対している。でも小池百合子は無視してそれをやろうとしているっていうことなんですよ。で、サザンオールスターズがこの件について反対しているということで、これはこれでいいんですよ。別に歌自体は悪いとは思わないし、なんともそれは言う気はないんですが、過去にサザンオールスターズと反日活動をしていた、まあ、グループであることは分かっているんでね、これ別に僕が言ってるとか、ね、ではなく、詳しい方は多分もっと全然詳しいと思うんですが、だからこれ何を思ってるのかって、僕はこういうふうに思ってるんですよ。巧妙なプロレス。で、先ほど最初の方にお伝えしてましたが、小池百合子っていうのは外国 CMRA のエージェントであることが分かっている。サザンオールスターズ桑田佳祐っていうのも過去に反日運動をしていたことが歌手としても分かっている。この2社間がですね、実は争ってるように見えるんですが、実はサザンオールスターズ桑田佳祐はガス抜きの役割をしてるんじゃないかと僕は思います。だから別に小池百合子はダメージを受けてる、全く受けてないと思います。だってね、分からないけど桑田と小池は裏でつながってる可能性高いですからね。2人とも小池も桑田も外国の傘下の人間であるということ。ただそれを踏まえた上でも思うことがあって、まあ、このね、これは国民の理解の話になるんですが、このサザンオールスターズの桑田の歌を聴いてですね、日本国民がこの明治神宮外苑の、ね、森林伐採の反対ということに一人でも多くの方が関心を持っていただけるようになれば、まあ、それはというかそれでいいのかなとも思います。僕は正直別にサザンオールスターズ応援してないんでね、桑田っていうのも好きじゃないですし、ただまあ、今回のこの件って何かっていうと、明治神宮の、まあ、その外苑のですね、まあ、森林伐採再開発の件を日本国民でなんとか止めないといけない状態にあるわけですね。そうしないとどんどん、まあ、日本の、まあ、その環境あるいはですね、まあ
なんていうの、景色っていうの、景観っていうんですか、そういうのも壊れるし、環境的にも良くないっていう、まあそういったことです。こちらの話がですね、注目されていて、サザンオールスターズ、桑田佳祐がいい一辺倒になってるんですが、そうではない。歌の内容、言ってる内容は別に悪くないのかもしれませんが、過去の活動を見ると、そう全てを信じていいのかどうかと疑うと、まあ、そのように思いましたと。ただ、歌の歌詞の内容ですね、まあいいことを言ってると思いますので、まあ、そのように思いますということで、こちらの話がですね、少し前からちょっと注目されている話題でしたので、まあ、調べて思ったことをお話しさせていただきました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。今回はここで終わりです。失礼いたします。